僕は藤代拓馬、高校1年生。華奢な体つきのせいでからかわれることが多い。担任の勧めもあって保健室登校をしている。ああ、よく寝た。おいもやしっこ、起きてるか？はい。隣のベッドをいつも占領してるのはヤンキー女子のミキ先輩。夜遊びでいつも寝不足らしい。もうすぐ待ちに待った放課後だな。そうですね。今夜もゲームすんの？もちろんです。先輩は何するんですか？今日は仲間がやってるバンドのライブ見に行くんだ。へえ、僕ライブなんて行ったことないです。そうなの？今度見に来ればいいじゃん。じゃあもやしっこ、また明日ここでね。あ、はい、また明日。最初は怖かったけど、ミキ先輩が毎日声をかけてくれるおかげで僕は学校に来れてるんだよな。あ、ミキ先輩、また髪の色変わってるな。昨日もゲームで夜更かし？あ、はい。何のゲームにハマってんの？ドラゴンファンタジーです。あー、なんか聞いたことあるかも。どう面白いわけ？王道系の RPG なんですけど、ストーリーも凝ってるし映像も綺麗なんです。それとん？プレイヤーと会話できるのも楽しいです。あ、テキストチャットですけど。へえ、てかゲームしながら文字打つなんてかったるくね。僕人と話すの苦手なので、それくらいがいいんです。うん、私とは普通に話せてるのにね。ま、明日は休みだし一晩中楽しんでよ。カラオケ行ってくるわ。またね。確かになぜかミキ先輩とは普通に話せるの。3月。ねえ、あんた名前なんだっけ？藤代拓馬です。もやしっこのくせに強そうな名前なんだな。え、あ、はい、まあ。私、明日で卒業だわ。この1年保健室仲間がいて楽しかったよ。あ、いえ、こちらこそ。春からまた新しい仲間ができるといいね。って、ダメか、ここに入り浸るようじゃ。確かに。先輩は春からどうするんですか？東京の専門学校に行って美容師を目指すんだ。そっか、先輩いつも髪こだわってましたもんね。将来の夢があるってすごいな。なに？もしかして褒めてくれてる？嬉しいじゃん。やめてくださいよ。今までありがとね。こちらこそ。夢が見つかるといいね。私、たくまのこと応援してるよ。ミキ先輩の卒業後も僕は相変わらずだ。夜はゲームする日々を続けている。そんな今の僕の心を支えてくれているのは、あ、来た。ドラゴンファンタジーで知り合ってペアを組んでいる萌とのチャットだ。こんばんは。ちっす。今日も学校だったの？うん、覚えることありすぎて死にそう。せっかく東京に住んでるのに全然遊べてないじゃん。だね。でも好きなことだから楽しいよ。夢を叶えるために東京の学校で勉強か。そういえばミキ先輩、元気に頑張ってるかな？どうした？なんでもないよ。さあ、今日もいっぱい敵を倒そう。ああ、藤代、この先どうするんだ？通信制の高校とか高卒認定試験とか、通学しなくても高校卒業できる道もあるぞ。ちょっと考えさせてください。親ともよく相談してみろよ。はい。萌えって進路決めたのいつ？高2の夏かな。ちょうど今の僕か。なんかあった？うん、ちょっとね。たくは将来の夢ないの？夢か、考えたこともないし何も決めてないや。小さい世界だと考え方も狭くなっちゃうかもよ。でも僕にできることなんて何にも。とりあえず今一番好きなことを突き詰めてみたら？うん、ありがとう。ごめん、今日はこれで落ちるね。了解。タクのこと応援してるよ。一番好きなことか、ゲーム作ってみたい。東京の大学で勉強してゲームプログラマーを目指そう。そして僕はプログラミングが学べる東京の M 大を目指すことに必死に勉強して今までの遅れも取り戻した。そして成績が伸び始めると、遅れてきた成長期なのか身長も伸び始めたんだ。俺、第一志望の M 大に合格したよ。うわー、すごいじゃん。あのさ、来月には上京するから会ってお礼させてもらえないかな？いいよ、合格祝いしよう。萌えの就職祝いもね。やった。これで萌えに会える。そして確かめることができる。緊張するな。タク、萌えだよ。え、やっぱりそうだったか。いや、ミキ先輩ですよね。そうだよ、私綺麗になったでしょ。てかタクももやしっこじゃなくなっててびっくり。そうですか。背もこの1年で結構伸びまして。その割になんでリアルで喋るともやしっこ？チャットみたいにタメ口でいいじゃん。俺
ミキ先輩にずっと会いたかったんだ。萌えとチャットしてるとミキ先輩と話しているみたいな感じがしてて、いつもミキ先輩のこと考えてた。実はさ、私タクマと話したくてあのゲーム始めたんだよね。え？私が美容師の学校で勉強を頑張れるのはタクマとチャットで話せてるからだよ。そうだったんですか。俺ミキ先輩のことが好きです。これからもお互いに応援し合って一緒に東京で夢を叶えませんか。もちろんだよ。男らしくなったな、たくま。